あ、ちょっとさ、アラゴつんのにサンマ使うんで、サンマの切り身さこれから作るんで、まあ適当にチャラリンコって感じで、見てきて、ちょっとね、このサンマ古いっすね。まあ古い方がね、まあなんつうの、魚釣りの餌にはいいかなって感じでね、まずね、3枚にね、3枚にバーッとね、おろしていきます。はい、ちゃちゃっとチャラリンコ。ね、魚の餌なんでね、自分が食べる餌じゃないんでね、適当ですけどね。でこのね、割ったね、この割ったもね、使います。取っといてください。でもこの骨のところはね、骨せんべいみたいにして、おつまみに、すればいいと思います。これね、冷凍のサンマです。スーパーでね、だいたい1匹ね、60円ぐらいの激安で売ってたサンマね、これ使っていきます。うわ、すっげー汚ねえな。ね、苦手な人はね、閲覧注意ですよね。この血が大事な、この血。この血がね、いい匂いするから、これ。魚を寄せる、まあほら、魚のさ、寄せる匂い、ね、血。これね、この内臓とか綿地、全部これね、入れてやります。3枚におろした、サンマ、これにね、塩をぶっかけてやります。もうね、塩で締めるんで結構多めに。1匹60円だから3匹使ったから、これでサブロク18、180円ね、180円の餌ですよ。で結構量取れるからね、青磯とかより釣れるし全然安い、ね、これ旨味調味料ね、旨味調味料もね結構入れてやります。でこれで、締めていく。でこれ、内臓、内臓とかそういうやつね、血だね、こういう匂いがすっげえやつね、これもね一緒にね、一緒にこれで漬け込んでやるね、この皮のところにね、それで漬け込んでやる。でこれで冷蔵庫でね、ちょっと冷蔵庫でしばらく、2時間ぐらいね、2時間ぐらい置きます。余計な水分が出てくるんで、くっせー、このくっせい匂いがね、あの極太アナゴの餌にもう最高にいいと思うんだよね。うわ、くっせーよ、すげー。じゃあね、冷蔵庫で2時間ね経って、水が、いらない水が出てるんで、これね捨てます。これを捨てちゃいましょう。でこれをね、リードペーパーとかね、新聞紙、まあ、なんかね、リードペーパーかなんかに入れてやって、水分をね取ります。これを水分をね取っていきます。でね、結構ね、リードペーパーかなんかで、余計な水分、これで拭き取ってやりますね。でなんでこれやるかっていうと、やっぱ餌針につけて餌持ち良くするためですよね。うん、ね、塩締めしたサンマね、これ斜めの短冊にね切っていきます。今回は穴子狙いだからちょっと大きめに買って押していきますね。
はい、でこんな風にね、カットができました。でね、これ魚のね、就魚剤ですね。アミコマセに混ぜる、就魚剤、これね、いつも俺冷凍してんだけど、冷凍した残りがあって、これね、まぶしてやります。キララとか入ってるやつで、これやっぱね、これをやることによって餌をつけるときに手がそんなに臭くならない、手が汚れない、で餌持ちが良くなる、あとキララが入ってて濁りが出るんで魚に違和感なく食わせるっていうね、ことが可能になります。でこれをまんべんなくね、まぶしてやります。この就魚剤をまんべんなくまぶしてやって、はい、これでね、ジップロックに入れます。でジップロックですね、ジップロックに、この餌をですね入れまして、なるべくね、平らになるような感じで、このような感じで入れて、あとこれね冷凍しておきます。で釣りに行くとき、これをそのまま冷凍庫から取り出して持っていくっていうスタイルですよね。じゃあね、切った魚の餌の方がですね、まあ、こんな風になってます。こんな感じに、でこの白い銀ギラのひらひらっとしたところが、魚に光でアピールして、食わすっていう感じですね。だからこの辺にね、皮から針を刺してやります。グッと、はい、でこれ通します。はい、したらですね、ここですね、今度身から今度は皮にかけてスッと通してやる。はい、これですよね。でちょっと上に上げてこんな感じですね。はい、これでね、大丈夫ですね。これでね釣れます。はい、アナゴやカサゴこれで食います。こんな感じでね、餌付けしてやってやればいいと思います。こんな感じです。であとね、ちょっとね、餌がね取れないか心配な人は、もう一回ここに皮から刺してやって、でもう一回皮に通して、でこれでダブルフック、ダブルかかってるんで、これだとなかなか餌が取れなくなるんで、より餌取りに強くなる、こんな感じになってます。こんな感じでね、今日はですね、サンマのね塩漬け、サンマの切り身塩漬け餌、紹介しました。次回はね、この仕掛けでね、極太アナゴ、狙っていこうと思います。お楽しみに。